次のグループですね。もうにじみ出てないですか？はい、にじみ出てません。すみません、すみません。はい、原さん、素人の質問です。はい、さっきの97とか98は、はい、ウェット係数が限られている点数ですか？そうなんです。だから 0.1 点とか 0.2 点ぐらい、そのセクターによっては若干高めに出るんです。だからこの日比野の点なんか相当いいんですよね、これ。はい、日比野がじゃあ一番得したってことも言えるんだね。いや、それは分かりません。それでもやっぱり濡れてるわけですから、うん、濡れてていいことは一つもないんですね。まあまあそうですよね。はい、じゃあ逆にここでまだ少し濡れてるところがあるってことで、はい、ここの人たちはちょっと不利な系そうですね、っていうこともあります。だから先ほどのグループの一番最後だったという意味では、日比野選手はラッキーと、まあ、確かにいうのは言えます。そうですね、はい、にじみ出方がだいぶ違いましたからね、はい、まあこれもしょうがないよね、一つそうです、これはもうですよね、はい、まあ、次のグループが今ウォーミングアップ、ここからはもうドライということで、そうです、得点がつくと、はい、いうことでございます。さあ次の登場、現在ランキング16.77番、杉山に振り分けしてくるほど、さあ2枚手出しの1本は、さあどうでしょう、そのまま踏み込んだ、そのまま踏み込んだ、さあこれが皆さんよーく見といてください、意外に出ちゃうんですよ、このロードさあこれが早いです。さあこのままずっと先端も派手さはなくても、これでこのままいくと、このロードスターの得点、どんな得点が、さあ出る、イノギリッシュ、いやーこれがね、ほんと出るんですよね、出る。さあ現在ランキング15.22番、ワンビーレシーブ86.2番、強し赤目のカラスボー86でずっと繰り出しの、まずこの繰り出し大セクターがどうか、その後角度をつけた状態で、さあ赤目が光ってる、一気に角度をつけた状態で第3セクターが抜けちゃった、その辺のアクセルコントロールあまりなく思いっきりいきたいところだ。そして振り返しのセクターから最後の角度をつけて、一気に煙を出して、さあワンリの煙を浴びてこい、かっこいい結末。さあ先生登場、現在ランキング14で結構15番、チーム写真を見せて、チェリアンスでラッシュリポン、どうだ、鋭い、あーミスター、豚が当たった、あどうだった、大丈夫、うわー大きなるミス、何かちょっと、あれ前の壊れてる、エンジン止まった、今あれ左の方に。さあ先生登場、現在ランキング13で結構15番、すっげえ角度ついててかっこいいと思ったら突きすぎちゃった。第3セクターで戻った。さあ現在ランキング第11位、グレッキーサブオーレンスペクティー。セナマソンの一本で、引き出しを広げて合わせていく。さあまず1人、うまく合わせきれたか。そしてここから角度をつけて、いやー、かっこいい煙を出しながら、ずーっとここまで第3セクターに上がることはないと。さあ、全体的に今のところ思いっきりまた角度をつけて、今フィニッシュしていきますが、さあまず取ってったこの日の優位は与えるレシーブ、さあ穴先この1本、さあ思いっきり振り込む、出していく、悪くないところ、さあこれはいい状態で振り込んでいったぞ、ここも合わせていく、この5セクターもきっちり振り込んで立ち上がっていきたい、どうでしょうか、当たるの1本、過去のプレーに合わせていく第9位決戦7番です、アリアナリアグルーペのアレンジのマスリーユーシオの1本、ちょっと
さあどうでしょう、やはり1、2、この辺が勝負になってくる。大セクター、3セクター、 30% ずつ。じゃあ、私は4番手にして、それで岩井が4番手です。Thank you.